日ごとの糧、2024年6月12日、御手によって作られたものをすべて収めるように、その足元に置かれました。詩編八編七節。私にはすべてのことは許されている。しかしすべてのことが益になるわけではない。私にはすべてのことは許されている。しかし私は何事にも支配されはしない。コリントの信徒の手紙第一、6章12節。この詩編の言葉は、人間に託された大切なミッションについて教えています。神様がお作りになったこの世界に存在しているものに対して、人間は支配し、ケアする、それを守るという使命が与えられているからです。そしてそのケアの要点というのは、人間の勝手気ままな気分や儲けや人間世界のみの繁栄のためのケアではなくて、神様が望まれる姿に育てること、保つこと、神様の喜びを反映したケアでなければならないということなんですよね。ですから、私たちは神様と心を合わせて、命あるものすべてに対して、神様の恵みと祝福が届くように願いながら、愛を込めてケアさせてもらうということですね。で、これは人間関係についても全く同じだと思います。神様からの祝福が豊かに届くように願いながら、人との関わりを深めていくっていうことなんですよね。God bless you という祈りと願い、いてくれてありがとうという告白と祝福の思い、あるいは感謝の思い、それが私たちの心の根底にしっかり据えられたらいいなと思う今日この頃です。祝福ありますように。God be with you.